タツリーのブンブンマンブリライフへようこそ。ちょっと粗悪な撮影環境大変申し訳なくてですね、今、こういう状況でございます。白画面を出しておいたら照明になるかなと思ってやったら結構これはダメですね。こういう感じで今日はやらせていただきます。これは本当に恥を忍んでやらせてくださいと言わざるを得ない。僕の友達とかでちゃんとカード開封とかをね、本郷さんとかやってる方々、普段カード開封をしている方々だからこそ再生回数の伸びるポケモンポケットなんですけども、だから僕なんかがやるべきじゃないんですよ。 YouTube 上でねカード開封なんかしたこともないような。ただちょっと今回ね、くしくもハマってしまった。くそー、ハマってしまってですね、今んところ5000何百円のおまけつく、あの課金5000何百円のやつと、あとはサーナイトのあのデキシールドとかがつく3200円の課金のみで、あとは本当にコツコツとあのバトルしたりとかイベントとかで稼いだもので開封を進めてるんですけども、だからイマーシブルレアとかね、王冠のやつ、ゴールドのやつとか持ってないです。全然出ない。ただどうしても欲しいカードがあって、今日ギリギリ5600円課金したので、でそれを冒頭で言った通り動画になんてするつもりなく、ただちょっといいの出たらショートぐらいにしようかなくらいの気持ちで画面録画していたら、なんかいいの出たんで、ちょっと他にさせてもらっていいですか。なんかごめんなさい本当に。で僕が今欲しいのは現環境でほぼ最強と言われている、そうです、スターミEX、 あれがどうしても欲しくてですね、普通にパック開封をしていて、金星2つのスターミーは出てるんですよ。これ出たんですよ。でもう1枚やっぱりないと試合でなかなか使えないということで、最強の遺伝子リザードンを250ゴールド分開封したので、ちょっとその結果見てもらっていいですか。すいません。タツニーのまんまんま、あね、めっちゃいいのが当たっちゃったんですよ。なんでちょっと見てほしくて、とにかくスターミーです。当てたいのはスターミー。いきなりファイヤー EX、 これありがたいね。エネをいっぱいつけれますからね。ファイヤーもね、1枚しか持ってなかったんで2枚目出て嬉しかったんですよ。もう本当にずっと早送りです。こんな動画にするつもりなかったんで。あ、色変わったよ。横見んの？見ないの？見るね。見るタイプだ君は。僕だ。何？ニャース。可愛いよね、このニャース。アートレアってやつですね。これも持ってなかったんで嬉しい。図鑑はちなみに200弱ぐらいからこの今日の開封って感じですね。あ、怪力も初めてだ。まあほぼほぼ出てるなという感じでの開封スタートなので、目新しいものだけに反応しているということで、1回目の10パックはさらっといきました。はい。ちょっとゆっくりめに開けましたね。お、光った。うん、ペルちゃん、あ、またファイヤー EX 出た。これ3枚目です。嬉しい。普通にエフェクトつけますからね僕は。で、確かね、この辺でマジでやばいことが起きたんですよ。マジでやばいこと起きちゃったんですよ。違うかな、この辺じゃなかったっけな。あ、色変わったのよ。あ、ここはでも違うか。そう、ヤドンかーって、フーディンも出てなかったんですね。あ、ここ間違いないよなって。一回止めさせて、動画一回止めさせて、下からさって今スライドしたとこ見ました。ゆっくりあの瞬間に光ってて、え、光ってることは分かる。光ってて金だったっぽくねってなったんすよ。もう一回行くよ、もう一回行こう、ここ。ちょっと、ヤドンかーって思って、ヤドンかフーディン、まあ、フーディンやったら嬉しいなと思って、次のパックよ。あ、色違う。あ、違う。あ、金かも。あ、間違いねー。リザードンパックで何、リザードンで何出んの、リザードンパックだよ、これ。何出んの、やったー。これは予想外だった。なんですよ。これで今日動画撮ろうと思っちゃいました。これはマジすげえ。ここで一つ岸田に疑問が生まれました。ポケポケには通常封入とレア封入という2種類のパックが存在します。それぞれの排出率は、通常封入は 99.95%、 レア封入はなんと 0.05%。
通常封入だと1から3枚目にクラウンレアが出る確率は 0% なので、今回はこの 0.05% のレア封入パックだと考えられます。レア封入からは 5% の確率でクラウンレアが排出されます。つまり今回の引きは約 0.0025% の奇跡。しかし、レア封入のパックはパックに応じたクラウンカードしか出現しないはずです。そう、リザードンのパックからはリザードンのクラウンレアしか出ないはずなのです。本当に訳がわかりません。何か知ってる人がいたら教えてください。さっきちょうど僕ヒカキンさんの100万円課金してみた動画見てて、2日間で開けれる上限ぐらい開けて、このクラウンのレア出なかったって言ってて、僕もねイマーシブルレアとか1個も持ってないんですよ。1個も持ってなくて、なんかイマーシブルとかも出たらいいななんて思ってはいて、まあ、スターミーが欲しいんだけどね、どちらにせよ。これはねかっこいいよね。ちょっと画面録画させて、画面録画してクリ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 するの一緒に見て、ちょっとこれはさ、このよく見るとさ、このうずうずしてる後ろの金色のもっと後ろにラメっぽいのがあって、それもこの角度によって一緒に動くんですよ。これはやばいよね。嬉しすぎるだろ、こんなのどう考えたって。僕の大本命はミュウツーデッキなんです。まあまあみんなもやってると思います。ミュウツーにサーナイト、そうそう、まあみんな使うよね、このサーナイトとミュウツーのコンビにしたくて、普通にミュウツーの EX2 枚でやってたんですけど、いやこれ半端じゃないっすよ、こんなかっけーんだって。でこのカードのさ、ほら端もキラーンって光るんですよね。俺多分このエフェクトってこのピカチュウのこのほらほらないよね、ないよ。そうこれもね結構初めの方に当たって激アツだったんだけど、カードの端が光るっていうのはやっぱこのこれだけなんだ。うわやばいんだ、これにエフェクトつけたいけど無理だろうな多分。いやこれすごいよね、本当にすごい。これずっと見てられるわ、どうしよう。最近車のチャンネルを始めまして、こういうなんか嗜好品とか物の美学、美しさに見とれる時間っていうのを大事にしようと思ってて、あそっちの方のチャンネル登録もお願いしたいんですけども、これは見ちゃうよね。だってもうかっこよすぎないかな。あしかもこのクラウンのマークもほら左下のクラウンのマーク見て、これも光り方が変わる。これ多分他の普通の星系のやつは星のこの金の色は変わんないよね多分。ほらほらほら、あ変わるんだこれも。あこの星2個もなんか影がついたりは若干するんだけども、もう光の奥行き方が、これはだからポケモンの絵が手前にあって、こうピカピカみたいのも手前にあって、奥に1枚こういう金のうねうねしたキラキラが後ろに1個ある感じだけど、ゴールドの方はもう一層奥にこのだから星みたいなキラキラがいるんだわ。ミュウツーとキラキラが手前にいて、その輪郭自体も金でこう光っていて、でその後ろにうねうねがあって、そのうねうねの後ろにキラキラしたこの光り方があるんですね。やっぱポケモン第一世代じゃないですか僕って。その時のポケモンカードの光り方ってこの粒々の光り方だった気がするんですよ。それをこのトップレアに持ってくるやるしかないじゃん、ハマるじゃんそんなのっていう感じでございます。いやすごいね、ごめんなさい、こんなにやっちゃったミュウツーだけで。でもやらして、これずっと見てられる。これこうやってお酒飲ませてほしい。あこうやってお酒飲めちゃう僕、これでいけちゃう。あもう正面だと一番ミュウツー、あ止めとくと後ろのこの粒々のキラキラが動いてる、これ知らなかった今気づいた。えこれは他の加工だとない、動かない動かない、ほら動いてるよ後ろ、見分かります、後ろでこれって勝手に動いてんの。あこれ相当レアだね、嬉しい。いやまあまあ嬉しいね、ありがとうございます、すいません。まあということで、これがアリーのまだ続くんですよ、ごめんなさいこの動画。いやー嬉しかったね。ただもうあガルーラもこれも1枚もなかったんで嬉しかった。いやすごいねこれは、興奮冷めないねこれは。これ動画撮れるかなと思ったけど撮れるわ、これやばいよ。王冠のレアだけで1パックで3枚出ちゃう人とかもいるみたいですけど、そんなことあったら僕やばいね、鼻血出ると思う本当に。いやすごい、あもうやってるねこの時も、この時もやってるわ。
あ、もう短いくらいだわ。でもちょ興奮しちゃって後でゆっくり見ようと思ったのかな。ただ今日欲しいのはスターミーなんですよ。あ、1000枚いったんだ僕。ありがとうございます。やっと1000枚ですよ。新参者です。さあ、あと133ゴールドはですね、このスターミー全振りです。リザードンでしか出ないって聞いてたんで、もうここで行きます。サクサクっと。そう、これちょっとさっきミュウツー当たった時ちょっとゆっくりめに、あ、1回2、3、あのポーンっていう音プラス光ですよ。9パック目、何出んだろう、何出んだろうって俺知ってんだ、でも忘れちゃった、何だろう。これもね、あの僕結構好きなイラストですね。フーディン、どうなのよ。いいよ、後ろ色変わりましたよ。横見るタイプ先に、動画的には見ない方が面白いけどね。ヤドン可愛いよね。ヤドン、ヤドン。まあ2枚になりましたから、これでもう。ただ今日はね、5000円で、あ、これは御三家のアートレアなんじゃないか。そうだよね、御三家じゃなくて、あのルギアのね、映画見て、あの JR で、あのかなたさんの動画の方で僕1個あげてますけど、 JR のあの山手線のやつやって、ルギアの盾持ってんですよ。あ、それかなティにね、あの未開封のままあげましたから僕。そしたらその場であの人開けて、あの後ろに飾ってくれてたんで、まあそれはそれで嬉しいななんていう、あのルギアの思い出の時にね、出てたファイヤーサンダーフリーザーでございますね。はい、もう随分済んじゃいました動画は。いやー、あのスターミーは出ず。どうだろう、もうね、そろそろ出てくれないとね、焦り始めるよ。スターミー頑張れ。うーん、渋渋渋沢 H。 あー、これはあれだ、カイリキーか、ゴーリキーか、カイリキーか。カイリキーもね、あの結構デッキ作ってる方いらっしゃいますよね。火力高いからね。やばい、この10パック結構厳しいか、結構やばいか、これやばいのか、やばいのか、これやばいんか。え、頼むよ、ちょっと結構渋沢だよ。うん、いいよ。何、何来る、何なの、アトレアなの、どっちなの。アトレヤドン、ヤドン、クソみたいに言ってないですからね。ヤドンって言っただけなんで、ヤドン。あ、何今下からスライドで光ってたね。あー、あー、それくらいかみたいなね。まあナッシュも普通に嬉しい、持ってないのは全部嬉しい。ミュウが欲しいからね。そろそろやばいんじゃないの俺、もしかしてこれ。うわ、もう10パック引けねえじゃんっていう、舐めましたこれ。だからもうそれで、10パック一発切りできねえっていうところですね。これスタミ出なかったのよ。でこっからゴールド残った分で1パックずつの開封をしようか悩んで、悩んでんだよこれ。だから悩んでんの、若干ほらちょっと悩んでるでしょ、俺悩んでるね、この時間で。ほらほら、持ってないんだって。行く、行くの俺。21ゴールドで6、1回6消費だから3パックしか引けないよ。行くね。あのサーチみたいなやつも何日か前まで有効だったけど、最近なんか微妙だなっていうところで、一応やってるな、一応やってるけど、最近なんかそのなんか反っててもあんまり当たんねえなっていう意識で来ちゃってて、これどうすんのよこれ。俺どうすんのこれ。一個一個見てるよ。左側が反ってんのがあんまり自分の中で当たりじゃないなっていうのが2日前3日前くらいまであって、右の反りだけを意識してるから右ターンなんですねこれ。ただあのアップデートとかちょこちょこ入って、なんかそんなに反りが当たる感じが自分の体感ではないなっていうのもあったし、反ってる回数まず減ったなということで、全部反ってなかったんだね今回は。あ、なのに当たってんじゃんかよ。しかもニューじゃん、アートレアみたいの。ナイスじゃん。え、アドじゃん、もう十分。ただスターミーなんだよね、出ないんだよねスターミーが。さあ、あと2パックしか出ないよ、あと2パックしかできない。どうするんだ岸田、やんの。迷ってるな、わこれ迷ってる、すげえ。やるよね、でもやるんだ、やるんだ、やるんだね。だいたいこのアートレアみたいなの出た後ってなんかあんま当たんなそうじゃん。 あ、しかもサーチやめてるよこれ、やめてるなこれ。あ、ランダムでいってるこれ、しかも。ああ、当たってない。まあ新しいカード嬉しい、カブトプスありがとう、嬉しい。当たんなかったか、厳しかったか。ポイント溜まってないのかな、ポイント。やるんだ、もうさっといく、最後だよこれ。どうすんの、え、どうやって選ぶ、くるくるくるってやる。うわー、ランダムでいく、ガチで。どうなの、あ、裏返ってんのが1個ある。どう、
すごくないですか。最後の1パックで当たったんすよ。マジでこのスターミーのために今日やってて、最後の1パックで当たるっていう。そうなんです。これは見ちゃってるね。普通の EX なんだけど、もう欲しかったカードだし、5000何百円でスターミー引けなかったんだって思ってたから、こんな最高の開封ねえなと思って。欲しいやつもそうだし、かなりいろんな人の動画の中で出ないって言われてるクラウンレアが当たった瞬間を動画に抑えられたっていうのが嬉しすぎて、僕の知っている界隈ではあんまり見なかったんで動画にしました。じゃあ最後にね、もう一度当たった瞬間のところを見てですね、お別れしたいと思います。クラウンのマークがかっこよすぎる。僕車もクラウンが大好きなんでね、いや嬉しいですね。いや、ということで、どうもありがとうございました。ぜひ皆さんもポケポケやってみてください。かっこよすぎる。あー、かっこよすぎるよ。かっこよすぎるよ。またいつか、こんなことがあったらですね、動画にしようと思いますけども。見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。ミュウツー！ポケポケ最高！ピー！